じゃあファーム終わったじゃん、はい、帰ろうとしたじゃん、はい、止められたのね。はい、さやかさん今からユニクロに行こうと思います。やってんの？8時までやってます。あ、じゃあ私ちょっとね、毎日まんちゃん頑張ってくれてるわけ。私の洋服買いに行くよって言って自分のも選ぶけど、まんちゃんのも選んでプレゼント、サプライズですね。まんちゃんにサプライズプレゼント、行きましょう。いってきます。こんにちは。あ、やばいやばい、かぶっちゃった。こんにちは。こんにちは。今日の YouTube チャンネルは？はい、あ、そうですね、今日の YouTube チャンネルは前回の続きで、あの、私からのいつも頑張ってくれてる万太郎へのギフトなんですよ。万太郎のコーディネーターもやっちゃうよ。知らなかった。今日は万太郎と私のリンクコーデ、ということで万太郎のために爆買いしてきました。嬉しい。知らなかった。いつも頑張ってくれてるじゃん、まんちゃん。いやいやいや、ね、ちょっとこれ着たら可愛いよなと思って。嬉しい。止まんなくなっちゃったわけ、こちらは、もう買い物に行く時間もないですもんね。ってことで、はい、ちょっと早速着てみましょうか。え、着てみましょうか。私がお渡しするので、はい、そのまままるっと着てきてください。わかりました。行きましょう。はい。はい、はい、1体目。1体目かわいい。私たちほらファーマーだから長靴は必需品じゃないですか。麦わら帽子もで、ちょっと私のこれ大好きなワッフル、はい、これすごい気持ちいい。これもう支援活動の時ずっとこれなんですわ、私。そうなんですね。で、今年ちょっと胸ポケットついたのね、これ。で、まんちゃんにはやっぱりブルーですよ。で、こっちもお揃いにしたかったんだけども、はい、サイズが売ってなくって。あら。これもメンズね。これもメンズなんですね。まあ、セールで990円。お、リンクコーデー。これちょっと農家スタイルってことで。農家スタイルです、これは。イエーイ。ありがとうございます。これすっごい気持ちいい。気持ちいいよね。ねえ、まんちゃん。はい。はい、本当ですか？あれですよね、なんか動物の森みたいな。なんか任天堂感すごい。なんかここら辺までうちらほらすっごいリンクしてるけど、うん、ここさあ、違う、ヤンマーと久保田、私強豪です。久保田さんもいつもありがとうございます。いただきましたからね、これみんなに。ということで1体目こちらです。1体目、じゃあ次行ってみましょうか、はい、ジャンプ、ジャンプ、あ、ジャンプしようか。いくよ、せーの。2体目。2体目、ちょっと寒くなった時用に、まあ、ちょっと下のね、さっきの白 T にニットを。私赤。私グリーンブルー。グリーンブルー。これはレディースですか？メンズ。あ、メンズ。これもメンズ。あ、そうなんだ。好きなんですよ、私。え、この色いいですね。可愛いよね。だからこれをさ、首からかけるパターンでもいいじゃない。腰に巻いたっていいじゃない。差し色、差し色、ニットは差し色、ニットは差し色を。あの、無難な色じゃなくて差し色を入れてください。じゃあ次行きますか、サクッと行こう、はい、せーの、ドン。ウィンター、ウィンター。なんかほら、スキーにしちゃったねみたいな。でもうちらさ、やっぱファーマーだからさ、うん、楽ちんな。これすごい楽。これすごくない？このスウェット、デニム風のスウェット、デニム風のスウェット、ここにちょっと紐もついて、ベルトも入れません。いいですね、これ歩きやすい。すっごいなんか大学生みたいな。大学生、ちょっとかわいい。文化系、文化系。なにこれ、なにこのポージング。でもなんか自分じゃ選ばないやつをちょっと今日、今回着るって楽しいですね。いいでしょ、普段こういうのちょっとあんまり着ない。自分じゃ選ばないやつ、いい。じゃあ、じゃあ次行ってみましょうか。はい、せーの、はい、次のリンクコーデ。チェックのシャツと、やっぱりブラウンがやっぱりそうなんですね、気になってるみたいですね、私め、私め。ちょっとこのね、黄色とブラウンを合わせたかったんですよ。これいいですね、組み合わせ的に。まあ、下は何でもいいんですけれども、うん、これさっきのやつだよね。これさっきの動きやすい、可愛いね、ロールアップして、ちょっとロールアップしてみました。いいじゃないですか。私はちょっとこのいつもの作業着、これもユニクロですけども大好きなパンツで、これでこの姿で草むしり雑草を取ります。いいね、いいですね、動きやすいね、動きやすい、悪くないよ。絶対このスウェットもシャツもいいですよね。そうだね、あ、確かにちょっと出すの可愛いね。ちょっと出してみました。いいですね。ありがとうございます。早速取り入れさせていただきます。ちょっと暑くなったらシャツ1枚で着ても確かにいいんじゃないですか。暑い、今ちょっと今だと暑い。あ、可愛い。黄色と青でちょっと騒がしいかな。いや、いいんじゃない。いいですか。お、あ、ちょっとタグが
タグがタグを切り忘れましたけど。いくらだった？これは1990円。安い。これなんかあの洗濯しまくってなんかちょっと垂れてきた具合もちょうど可愛くなりそう。ねえ、可愛い。こうやって切るんですね。あ、詰まったら。これできてるかな？なんかできてるかな？うん、いいですよ。いい感じですよ。いいじゃないですか？はい。いや、なんかちょっと色っぽいね。あ、ないない、髪の毛ない。あ、みんな集合し始めた。集合し始めた。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい、みんな来た。じゃあ次のに着替えます。せーの。ちょっとね、まあ、これ動画がどうなるかわかんないですけど、あったんですよ、間に間にちょっと大きなことがあって、私たち本当15分頑張ったんですわ。あることを15分頑張りました。ちょっとテンションが違いますけれども、さっきとご了承ください。今回のコーデはリンクコーデ、ラガーシャツですよ、これ。なんかこれすごい、なんかあの制服みたいですね。ちょっといいんじゃない、これ。なんかおはようございます、業者感。なんかこのちょっと草取りです。今日は草取りに入らせてもらいました。どうもすいません。これはメンズですか、ちなみに。うん、でも女の子が着てる方がよくない。だから私ユニクロのメンズ好きなわけ。うん、全然メンズかレディースか分かんないです。これもメンズだよ、 S。 楽ちん。ぴったりじゃない、やっぱサイズちょうどよかった。本当ですね、かわいいよ。これしか履きやすいですし、ね、ちゃんとポケットも後ろにもついてて。これがハンズクラップやればよかった。もう足上がんない、もう無理もう無理。でなんて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 。踊り足りないんですね。社長ももう疲れてますね。社長疲れたよ。あと1個ぐらいにしてみようか。クボタをかぶりながら、せーの、あおあおあれあれ、さっきと全然ジャンプ力が。そしてこちらがラストのコーディネートです。てんてれーん、かわいい。これもメンズ、全部全部メンズ。私これ全部 S サイズ。これだけ M だな。ちょっと中は大きめにしてるんですか。そうなのよ、なんかいろいろ使いたいんじゃない。後ろがちょっと長くなってて、これいいよね。スタイルもちょっとよく見えるかな。万太郎風にここをね結んでもかわいいですし、下にさっきあの紹介したチェックシャツも着ております。合わせております。超元気なくなった。これいいですね、これだけでも本当にちょっと柄をチラ見せさせて。そうなの、シャツ合わせるのやっぱ可愛いよね。てかユニクロって全部触り心地がすごいですよね。ね、着心地もいいしさ、形もなんか変につったりしないじゃん。腕上がんないとかもないしさ、これ使えるよ。使える、嬉しい、ありがとうございます。寒い時はさ、まだほら知らないじゃん私たち。うんうん、大田原の冬をさ知らない。かぶっちゃって、かぶっちゃって。なんか夕立ちが多いから大田原って、うん、これで雨もピッ、あ、いいねとかで、こう、あ、いいかもいいかも。あ、そうやって、あ、なんちゃう、やばやば、雨このまま帰っちゃう。雨にも強いと大田原仕様。さやこさんは基本傘をささない人なので。私ポリシェンヌだから、どんなに雨が降っててもいつも傘はささないんです。ポリシーです、うん、私がいつもこう雨濡れちゃうからと思って傘をパッとさして、さやこさん傘ですって言ったら、あ、大丈夫、いらないから。でもさ、この前テレビのさ収録の時、さすがにさ、すごい雨で東京傘された、あ、刺された、傘刺された、傘刺された、え、傘刺さ刺された。うん、もう分かんない、今までわかんなくなった。これはすごくいいよ。可愛いな。で、長靴ともチェックオンチェックで、はい、はい、っていう感じで今回はリンクコーデ。さすがにね、ここまで歩くなかなか難しいかもしれないけれども、ぜひ私は恋人たちにリンクコーデやっていただきたいなと思ってる所存でございます。ありがとうございました。すごく嬉しいです。これ、このもらえるんですか今日。はい、いつも頑張ってくれてる万太郎に私からプレゼント for you です。嬉しい、ありがとうございます。じゃあこれ着て頑張りますね。頑張って働いてください。はい、ということでさえチャンネルでした。さえチャンネルリンクコーデの回でしたと思いきやよ、パーマーだけれども営業マンでもあるじゃないですか。これ何、え、何これ、コーデかわいい。ミニコロマンって
マネージャーだったんだよね。マネージャーです私。決して牧場系 YouTuber ではこれ社長がくれたんです皆さん。頑張って働いてくれコンビ愛の確認でしたありがとうございました。次も楽しみにね。